キャンプはまあこうチームのコンセプトだったりこう個々の周りの選手の特徴をこう探りながらっていう感じではあったんですけど、ここに来てやっぱりこう試合もやってきてこう周りの選手がどんなプレーするかっていうのもだいぶ分かってきたし、あとはもうどんどんそのプレーをしている中で、自分の近いポジションの選手だったり、周りの選手ともっとこうコミュニケーションを取って、細かいところを他の感覚までにこう合わせていきたいなと思ってます。いろんな練習ってあると思うんですけど、やっぱゲーム形式の方がより試合に近い形でこう連携だったりそういうのを見られると思うんで、やっぱりまあ富山行った時もずっとゲーム形式だったんで、やっぱゲームが一番楽しいですし、やってて一番いいのかなと思います。今はやっぱ自分のこう意見だったりを周りにぶつけて周りと合わせることだと思うんで、ことがまあそれが重要というか、僕はそういう風にもちろん個人のアピールでもあるんだけど、やっぱ今年監督が言ってるようなコレクティブさ、やっぱこうチームとしてみんなで戦うっていう部分でこうそういうのを確かめ合いながらやる、それがそういう練習試合だと思って僕はやってたんで、なのでまたビデオを見てみんなとこう合わせていけたらいいなと。まあ、僕個人としてはやっぱりサイドバックって位置でやっぱりより攻撃的に、自分もゴール狙ってるし、そういう意味でその最後の部分シュートだったりもちろんクロスもそうだけど、やっぱそこの精度の部分でこれからもっともっと質を上げていかないといけないし、もちろん監督もそういう質っていう部分、精度の部分をすごい求めてるんで、そこはもっとこれからどんどん追求していきたいなと思います。3月の、ホームゲームチケット絶賛発売中です。まず3月2日開幕戦、松本山雅 FC との試合、皆さんぜひアジスタに来てください。そして僕たちと一緒に共に戦いましょう。